たな。皆さんこんにちは。こんにちは。今日はね、石井さんです。あ、お腹ね、お腹空いたお腹空いたって言ってたので、まあ、たまたまって僕あの総代のお客さんからね、僕のお客さんからこれ使ってくださいみたいな、どうぞみたいな、おね、本当にね、で今日はね、商品名ですね、こちら、福久さんの、味噌カレー、味噌カレー、味噌ですか、味噌、味噌カレー、八丁味噌カレー、で、まあ、大人の味わい、そうなんで、これちょっとあの、こっち気になってたんで、こっち、もう一個あったんですよ、もう一個あったんですけど、いや、こっちの方がいいかなと思って、で、まあ、八丁味噌って、まあ、愛知県の、まあ、あのものなんですけど、一応は、まあ、まあ、あのね、あの、八丁味噌って調べてもらうと、多分、いろいろ出てくると思うんですけど、まあ、愛知県の味噌ですね、そうですね、で、まあ、赤味噌がメインですね、僕は逆に合わせた麹なんです。白とか赤っけやん。赤って物によるんですよ。アサリとかアサリの味噌汁が赤くなるとか。豚汁だったらそのまあ使い分けですね。なるほど。ということでね、じゃあせっかくいただいたんで、はい、ちょっとね、もうお腹空いて、お腹空いたってうるさいよね、ピーちゃんが。ということでね、じゃあ、ね、じゃあお皿に盛って。もう持たれますけどね、全部ないんで、はい、そう、段取りいいんだ、はい、もうあの写真はパンって出ますけど、はい、まあ、こんな感じですよ、ね、はい、じゃあね、味噌の虫なんですよ、まあ、多分香辛料ですか、そうですか、なんか、あ、ちょっと邪魔します、では、いただきます、いただきます、味噌っぽい、なんか確かに、なんか土手煮の味噌みたいな、あ、なんか牛筋とか入ってるらしいですよ、この中に、この中に、まあ、国産牛筋肉にしよう、どうぞ、え、なんか複雑な味がしますね、何ですか、ちょっとカレーがないじゃない、カレーなんだけどカレーじゃない、あー、なんかミックスされたんですか、なんか、苦いカレーみたいな、苦いカレーみたいな、あ、確かに苦いっていうか、なんかこう、なんですかね、こうなんか赤味噌を沸騰させると、黒味になる、そうそう、あの、ね、なんだろう、あの、煮込みで、ボク煮とかで、そう、あるじゃん、あの、味噌をね、ボコ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 に煮立たせると、あの、辛みとか、辛みとか、そう、それの味がする、うん、煮込んでやるのかな、これ、どうなの、あ、なんかこれが味噌っぽいってことですかね、多分そういうことだと思います、ね、化学調味料、ね、着色料は一切使用してませんので、ね、壊してます、体には害ない、うまいですね、うまいですね、個人的に、もっと辛みが欲しいですね、あー、僕ちょうどですね、あ、でも本当味噌っぽいですね、ぜひね、気になる方、もうね、後味がこれ味噌だ、味噌なんですよ、後味が、味噌なんですよ、この皮に香り、本当に、本当ぜひね、九さん、お値段はね、410円、この人だろ、これは、Amazon 楽天、Amazon 楽天、かかりますね、で、なんか、まあ、これ味ハマったなと思う方は、いろいろまあ探せば多分何パックぐらいで売ってるんで、さっき調べたら5パック2700円かな、あの多分値段によっていろいろ違うと思うんですけど、またね、安いの調べて同じこのラベルですね、あの写真を貼っとくんで、うん、このラベルで探して、あの中にいろいろあるんですって、こういう数にありますよね、うん、そうそうそう、なんで中身のね入ってるものが違ったりとかするんで、これは好き好きですね、まあね、興味のある方はぜひ、はい、落ちてみてください、はい、ではね、じゃあ、あとね、まあ、この後は美味しくいただきましょうか、はい、そう、はい、では皆さん、さよなら、よし、カロド、うまいやりましょう、いいっすよ、うん、でもなんか、あー
っていう感じですね。カレー、うーまっ、え、わかりました、え、え、え、うん、うーん、うーまっ、うーまっ、あ、ごめん、食べれないよね、ごめんね。え、うん、あ、食べたい、あ、ちょっとカメラ持ってきてください、じゃあ僕食べさせるんで、ね、あ、本当ですか、わかりました、これ収録後ですからね。じゃあみんな、はいはい、あーあーあー、ごめんごめん、うーん、うーん、まあ、ごめんね、画面の向こうだから食べれないね、ごめんごめん、なんかごめんね、ちょっとやりたいことして、ごめんね、バイバイ、 あのみんな、あのオサピ、オサピにイラっていうコメント待ってます。バイバーイ、バイバーイ。